イル -18 ロシア航空のイル -18 イル -18 は1957年にソビエト連邦のイリューシン設計局から完成発表された中長距離向けターボプロップ旅客機である。イル -18 はアメリカのロッキード社製 L-188 エレクトラによく似たターボプロップエンジン4機の中型旅客機である。同時期に開発された ソ連製旅客機としては珍しく、最初から純粋な旅客機として開発された。そのため当時のソ連機の中では最も経済的で、離着陸性能も良かった。機内の客席は3から2の横5列配置で、通路は中央のみとなっている。また、イリューシン設計局の機体としては初めてターボプロップエンジンを搭載した機体でもあった。後に、 電子情報支援機ナス -20 に改造されたものも含め、総生産機数は700機以上にも上る。NATO コードネームは、クート。アエロフロート航空の遺留シーンナス -18、高来航空の遺留シーンいル -18、ナス -18 の名称を持つ旅客機のプロトタイプは1946年に1機、製造されていた。この機体は、 デシプロエンジン搭載の4発機であり、イル -12 双発機を大型化したもので、ソ連版、ダグラス DC-4 といった外観であった。乗客60から65名を乗せ、航続距離 6000km を持つ機体を目指していた。1946年8月17日に、初飛行したが、性能的に満足できるものではなく、翌年には運航中止になった。その後、 近代的なパワーソースであるターボプロップ旅客機として1950年代中期にいる1959年には旅客運行も開始されアエロフロートによりモスクワアドラーモスクワアルマトイカンに就航した就航開始直後に墜落事故を起こすもののすぐに改善され生産は続けられたナス -18 はポーランドやブルガリア チェコスロバキアや中華人民共和国などの共産主義国やそれらの国が支援していたアジアやアフリカ、中南米などの発展途上国を中心に幅広く輸出され、その優秀さと快適さ安価な価格からソビエト連邦やブルガリア、アフガニスタンやキューバをはじめ各国で政府専用機としても使用された。また軍用型も多く開発され、前述のいるマイナス20や 対戦勝回帰のイルマイナス38などが開発されている。ソビエト連邦の崩壊後は、ロシア、ウクライナなど独立国家共同対処国でも運用が続けられている。現在大部分は引退し、多くの機体が地上で管理、または放置されているが、現在でもロシアのアエルフロートで貨物機に改造され、使用されているほか、ウクライナのリビウ航空や、 朝鮮民主主義人民共和国の高麗航空など、全世界で約100機ほどが、現在も収益中と思われる。マリ航空のイリューシンイル -18 ボルトクバーナ、航空のイリューシンイル -18、ディータケナー当社間世界航空機年間1959年版。ありがとうございます。